皆さん、新年明けましておめでとうございます。スタイリストの小山春です。2023年もどうぞよろしくお願いいたします。 ということで、今回の動画ではですね、新春一発目ということで、ユニクロで買うべき春の新作ベスト5ということで、お届けをしてみたいなというふうに思っています。早いもので、まだまだ寒いんですけども、ユニクロには春の新作たくさん並んできてるわけなんですね。まあ、その中でも、今時期から活用できそうなものですね、皆さんに今回はまとめて5点ですね、ご紹介をしていきたいなと思っています。もうすでに店頭に並んでいるものもある まだですね入荷してないものものあ、ると思ぜひですね、皆さん、今すぐ買うんじゃなくても、今後、こういったものが出てくるんだなとか、春にはこういったものもいいかなというところで、参考にしていただければなと思っていますので、ぜひ、最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 それでは早速行ってましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に新春ですね、ユニクロで買うべきものを5点皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、今回はですね、僕自身はちょっと右上の方に小さく表示しまして、ユニクロのサイトを見ながら解説をしていきたいなというふうに思ってます。それではちょっと僕は小さくなりますね。はい、こんな感じでいきます。 ということで、まず1点目からご紹介したいなと思うんですが、えー、ユニクロ、デニムオーバーサイズスタンドカラーシャツ、カッコ長袖ですね。 これはもう間違いのないアイテムだと思います。えー、僕もこれまでにですね、何度か購入したことがあるので、割とですね、馴染みのあるアイテムなんですね。まあ、これ見ていただきたいなと思うんですが、3つのカラー展開になってまして、えー、01のオフホワイトと、今映っているのはですね、えー、こちらは63番のブルーですね。ちょっとこう淡い感じのブルーになっていまして、えー、もう一色濃いやつですね、68番のブルーというですね、3色展開になっています。えー僕 自身好きなのは結構この68番のブルーなんですね。まあ今までよくですね、着てきたアイテムなんですが、えー、デニムのシャツなんですけども、襟元をバンドカラーにすることで、割とこうスッキリとした雰囲気になるんですね。まあ、ユニクロでこれスタンドカラーと呼ぶんですけども、この襟元の感じがスッキリめでいいのと、あとはボディはですね、ちょっとゆったりめになっているんですね。いわゆる昔ながらのデニムのですね、シャツというよりは、現代的な肩が落ちていて、ゆとりのあるようなもので、 香り物として T シャツの上にさらりと着るのもいいですし、まだまだ今の時期だったら、この上にですね、ジャケットだとか、カーディガンを羽織ったりだとかっていうスタイリングがすごくハマりがいいので、使い勝手が抜群にいいんですね。まあ、濃い色もすごくいいですし、この薄い色ですね、このスタイリングなんかまさに完璧だなと思うんですが、まあ、ボーダーだとか無地系の T シャツの上にですね、さらりと羽織って、ボトムスはこうブラックの スマートアンクルパンツなんかでグッと引き締めるみたいな感じの形で合わせるのが非常に合うかなと思うので、ぜひ皆さんもね、チェックしていただきたいですね。意外と春夏というよりは通年で使えるアイテムだと思うんですね。まあ、ぜひこれはチェックしていただきたいんですが、意外とですね、この ほぼホワイトに近いようなオフホワイトですね。これもね、いいんですよ。なかなかですね、えっ、ー、と、イメージ湧きにくいと思うので、こういう場合は、スタイルヒントですね。これを見るのが一番いいなと思うんですね。はい。ちょっと見てみますとですね、ここでいろんな使い方してますね。例えば、えー、まさきさんという方が、えー、スタイリングしていますが、こういった、 ちょっとオフホワイトで、えー、なんか色としては真っ白よりは少し黄みがかってるんですが、その感じが、あの、ドストレートな白シャツとはちょっと違った雰囲気があって、個人的にはすごく素敵だなと思うんですね。オリーブのパンツとか、ダークグレーのパンツと合わせても非常に素敵かなと思います。重ね着のパーツとしてもね、結構活躍してくれると思うんですよね。例えば、この、アさんという方だと、ニットの内側にですね、入れて少しだけ見せるという着こなしは、僕自身も よくやるんですね、まあ。そういった時にもですね、こういったオフホワイトのシャツが役立つので、そういった使い方もありなんじゃないのかなと思います。他にはですね、あーこの方とかもすごく素敵ですね。はい。ちょっと着方としては、これなんか二重に着てるのかなシャツ二枚に着てるっていう感じなんですが、すごくまた個性的でいいと思いますね。なんかこの、 シンプルなオフホワイトのバンドカラーシャツに、えー、これ、ま、後ほど出てきちゃうからネタバレになっちゃいますが、こう、カーゴパンツとか、ちょっとユーティリティパンツのような、オリーブ系のパンツと合わせるっていうのが、白シャツってめっちゃハマりがいいんですよね。なので、このスタイリングも一つ参考になるかなと思います。 はい。そんな形で、このシャツはですね、1枚あると、本当に今すぐ使えるんですよ。冬も使えて、春も使えて、まあ、真夏はちょっと暑いかなと思うんですが、秋にも使えるというところで、3シーズンにわたり活用できるような、もう鉄板のシャツだと思いますので、ぜひ皆さんですね、こちらのデニムオーバーサイズスタンドカラーシャツ、チェックをしていただきたいなと思います。価格は2990円で、僕だったら身長約6 4センチの53キロなんですが、M サイズを選ぶと思います。 はい是非皆さんも少しゆるっとした感じで着てもらうと今っぽくていいのかなと思うのでチェックをしていただきたいなと思っていますはい続いて2点目のアイテムなんですが先ほどちょっとちらっと出てきたのでその流れでお伝えしたいなと思うんですがユーーーテティリティリワークパンツカーボですねこちらの 57番のオリーブですね。これが使い勝手がすごくいいんじゃないのかなと思います。まあユニコロと言うと結構綺麗めなスマートアンクルパンツだとか、あとは今っぽさがあるんだけどもブラックで使いやすいタックテーパードパンツ。このあたりおすすめすることが多いんですが、少しこうワークテイストなですね、このようなパンツ。オリーブのパンツが一本あると使い勝手めちゃくちゃいいんですよね。僕もこのようなボトムス大好きでよく履いたりもするんですが、このオリーブの色味ですね。少しこう 明るるるさのああような春夏っぽい色味ではあるんではんすがこういったものに対して先ほどのオフホワイトのバンドカラーシャツとか非常に相性がいいんですね。あとはジャケットなんかとも意外とこのようなオリーブのパンツって相性がいいので一本あると便利なんじゃないのかなと思います。まもともとこういったワーク系のパンツというのはシルエットは細身ではなくて少しワイド感があるんですが、まあ、細身が すごくトレンドだった頃にはこういったカーゴパンツとかワーク系のパンツってやっぱりやぼったく見えたんですが今のトレンドとしては緩めのものが多くなってきているのでそういった世界観の中ではこのようなワークパンツっていうのはすごくハマりがいいと思うんですね。これは使い勝手が良さそうですね。ちょっと具体的なスタイリングを見ていきましょうか。 はい。また、アラさんのコーデなんですが、このようなこうデニムジャケットだとか、そういった同じくワークテイストのアイテムともハマりが良くて、上半身インディゴブルーとか、ブラックだとか、ネイビーだとか、そういった濃い色と結構ですね、オリーブのボトムスって相性がいいんですね。なので、ぜひ皆さんもですね、このような形でコーディネートしてもらうといいかなと思います。あとはレイスさんですね、このスタイリングもかっこいいですね。 MA1 とまとめてるんですね。こういったブラックのシャープなですね、タンタケのブルゾンと、えー、ワークパンツ。両方ともこう、アメカジっぽいアイテムではあるんですが、まあ、上半身ブラック系でグッと引き締めてるので、割とこのようなオリーブのパンツのハマりもいいですね。このようなオリーブのパンツに対しての靴なんですが、ホワイト系でちょっと爽やかさを出してあげると、バランスがいいんですよね。シューズが白で、ちょっとチら見せするような形で、えー、T シャツが白が覗いてますが、こういったところがリンクして とというここがブラックのパンツだと結構モードっぽい仕上がりになるんですけどもパンツがちょっとこうオリーブのですねワークっぽいものになることで適度にカジュアル感が出るのですごく素敵な スタイリングだなと思いますね。毎シーズン似たようなものがリリースされてるんですが、非常に人気は高くてですね、使い勝手もいいです。セレクトショップとかで買おうとすると、結構このような UTT パンツ1万円以上のものが多かったでするので、これが3990円で買えるというのは、非常に使い勝手もいいと思います。まあ、僕ら世代としては、カーゴパンツとかは結構馴染み深いと思うんですが、最近履いてないなという方は、ちょっとアップデートして、このようなユニコのものからまずトライしてみるというのが非常にいいかなと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなと。 思っていますはい、続いて3点目はですね、エクストラファインコットンブロードストライプシャツ、カッコレギュラーカラー長袖というやつですね。この65番のブルーがかなり雰囲気いいなと思って、ピックアップさせていただきたいなと思っています。まあ、ユニコーンシャツはね、ほんと質感も良くて、上質なコットン使っているので、まあ、発色も綺麗ですし、まあ、柄もね、最近すごく良いものが増えてきていまして、まあ、ストライプなんですけども、こちらですね、 近くで見るとこのような形でですね、まあブルーの鮮やかな色合いに ホワイト系とちょっとこう深めのブルー、紫がかったブルーの線がですね、入ってるような、ドシンプルなストライプというよりは少しひねりの効いたストライプになってるんですね。この色合いがすごく綺麗なのと、やや凝ったですね、配色になってるストライプ柄というのが個人的にはめちゃくちゃ素敵だなと思いました。もうシンプルに白 T シャツの上に重ねて、ワイド系のブルーデニムなんかとこれは合わせてるわけなんですが、これだけでもかっこいいですよね。まあ、春先だったらこういったスタイリング、 スタイリングがいいかなと思うんですが、今時期だったらもう本当にこう第一ボタンまで綺麗に締めて着てもらって、その上にですね、ジャケットだとか、コートだとか、あとはダウンを着るというスタイリングもハマると思うんですね。意外とシャツみたいなものも通年で使いやすいんですよ。春だけじゃなくて冬であれば、ベースのレイヤーの一枚として、今の僕もそうですけども、シャツ着てますが、シャツ着てジャケット着て、その上にコートみたいなスタイリングでも結構使いやすいかなと思うので、これ 2990円っていうのはめちゃくちゃ買いやすいと思いますね。ただ、ユニコーンシャツってそんなにワイドに振ってないんですね。なので、サイズ選びが結構難しくて、僕だったら普段はですね、M サイズを着ることが多いんですが、M なのか、もしくはさらにワンサイズ上げて L ぐらいにしてゆとりを持たせてきたりするんですね。このあたりのサイズ感ですね。あんまりピタッとした感じで来てしまうと、ビジネスっぽさが出てしまうので、あえて少し緩めのサイズ感にしてあげた方がバランスがいいんじゃないのかなと思います。 思いますね先ほどご紹介した utt ワークパンツなんかとも相性がいいかなと思いますしこれからご紹介するあるアウターとも非常に相性がいいかなと思うのでこのシャツもですねぜひ皆さん春一発目のアイテムとしては要チェックしていただければなと思っていますはい続いて4点目のアイテムなんですがミドルゲージモックネックセーターかっこ長袖ですね これはですね、結構春夏のアイテムとして、早い段階から毎年出てくるようなアイテムとして、僕も結構よく買ってるアイテムなんですね。まあ、今回の春夏もですね、いち早く展開してるわけなんですが、こちら、ミドルゲージのニットっていうのはすごく便利で、いわゆる中肉厚になっていまして、薄すぎず、厚すぎずというところで重ね着がしやすいんですね。一応春ニットということで、アクリル100%なのかなそういったニットになっているんですが、モックネックになっているので、まあ今 時期かからら来てもも全く問題ががなななないいいいよような、まあ、そんん厚厚みみののニットかなと思いますすす重ねね着ややっぱりこれぐらいの厚みが一番しやすいんですよ、ね、薄いものだとジャケット下とかに着たりだとかそういったロンティ的な使い方がすごくいいんですが、まあ、ローゲージのようなちょっと厚みが出てくるとすごくあったかくていいんですが重ね着をする際に結構上に羽織りづらかったりするんですがミドルゲージというのはその点すごく使い勝手がいいのでぜひ、まあ、皆さんにもチェックをしていただきたいなと思います まあカラー展開は結構春夏らしいですね。明るめのもの。特にこの03のグレーですね。明るめのグレーなんかは非常にこう雰囲気がいいなと思います。冬のブラックだとかダークグレーとかのですね。 コート、もしくはダウンの内側に着てあげてもかなりこの色は綺麗に出てくるんじゃないのかなと思います。03のグレーとか、あとは01のオフホワイトもすごくいいですね。これ、帰って冬なんかに着た方が華やかにパッと明るい雰囲気になるので、帰っていいんじゃないのかなと思います。あとは大定番のネイビーですね。このあたりをシャツとレイヤードするようなスタイリングももちろんいいと思いますし、結構ね、このブルーなんかもブラックのパンツと合わせても非常にバランスいいと思いますね。混じり,気のあり ような雰囲気も含めて、かなりですね、華やかさのあるニットで個人的にいいんじゃないのかなと思っています。まあ、具体例を見てみると、このようにですね、秋冬のシングルベーストコートですね、このようなコートの内側に入れてもらって、もう早くもですね、冬から活用するのもいいと思いますし、あとはユッキーさんですね、このコーディネートもすごくいいなと思うんですが、ハイブリッドダウンパーカーですね、この内側にライトグレーのニットを入れてもらうのもすごくいいと思うんですよね。全然今から使えますよね、このライトグレー の雰囲気都会的ですごくいいなと思いますね。 うん、このニットはほんと一枚あると今時期からすごく使いやすいですし、ミドルゲージでなおかつモックネックというところが僕はすごくバランスがいいなと思ってまして、春に着るのもいいんですが、今時期からちょっとですね、こういったニットを交えることで、新春というか、新しい一年の始まりをですね、表現していくのもいいかなと思うので、ぜひ皆さん、ミドルゲージモックネックセーター、価格2990円ということでね、この価格も非常にありがたいですね。あ ざっくりとした雰囲気も含めて非常に毎年ですねクオリティ高いのでチェックをしていただきたいなと思っていますはい続いてラスト5点目はですね久々に小物をご紹介したいなと思います、えー、おすすめしたいのはボストンコンビサングラスですねこれなかなか良さそうだなと思いました僕自身もメガネ好きで結構かけることが多いんですよ ちょっと僕の私物を持ってきましたが、まあ、その中でもこういったボストン型がすごく好きで、丸みがあって少しこうクラシカルな雰囲気があるんですが、まあ、セルフレームのちょっとこうカジュアルさと、あとはこうメタル感がある雰囲気ですね。ここがシャープというところで、これがコンビになっているようなデザインって結構1個あるとですね、雰囲気がガライと変わるんですね。まあ、特に最近はもうマスクをしてることが多いので、顔前の印象としては、まあ、いつもに比べるとちょっとこう味気なさを感じるところが あるかなと思うんです、ね、まあ、そんな時に、メガネみたいな小物が一つあると、結構おしゃれに見えたりするので、僕は日常から使うことが多いんですね。まあ、このようなボストン型のものが、気軽にユニクロ価格で買えるっていうのは非常にいいなと思いますね。1990円ですね。形もすごく良くてですね、言われなかったらユニクロってことはまず分からないかなと思います。本格的にメガネをされるという方よりは、伊達メガネ、ファッションの一部として使うには、これはですね、一個あると便利なんじゃない ないのかなと思います、まあ、着用するとこういう感じですね。まあ、縦幅はそんなに大きくなくてですね、コンパクトで使いやすいというところでは、まあ非常にこれは一本あると便利なのかなと思いますね。 まあ、通常のボストン型にメタルを使用することで現代的なデザインにとありますが、まさにですね、この異素材のコンビというところがすごく使い勝手がいいので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにもチェックをしていただきたいなと思います。あともう一つですね、こちらのラウンドメタルサングラスっていうのも非常にいいかなと思いましたね。まあ、よりですね、トレンド感の強いですね、メタルフレームで丸型というとこですね。これも結構おしゃれ上級者の方の間ではよくされているメガネの一つかなと思いますね。これもパッと見ではユニーク だとは全くわからないですよねこういった小物のクオリティも毎年上がっていくのでなかなか楽しみな商品だなぁと思いますまあ、見てみると薄らブルー系のレンズが入ってるのかなと感じるんですね商品の概要欄には特に書いてないんですがブルーライトをカットするようなものが入ってるところですねただ薄らブルー系のレンズが入ってるのかなと思いますのでこのあたりも今っぽいアプローチだなと思いますちなみに僕の今かけている こちらのグラスも結構薄いブルーが入ってるんですね。もう本当に薄らなので分かりづらいかなと思うんですが、このようなカラーレンズというのは今トレンドにもなっていますし、ちょっとしたこなれ感が出るので1本あると便利かなと思うんですが、まあそのあたりが1990円で試せるというところではかなり使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんこちらも合わせてチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では新春一発目ということでユニコロの春の新作の中で大人の男性におすすめのものベスト5というテーマでお届けをさせていただきました。まあ今すぐ使えるものも多かったと思うのでぜひ皆さんもですね、ユニコーンの店舗に行ったら実物を見ながらですね、取り入れられるかどうか検討していただきたいなというふうに思っています。冬物の,の中にちょっと春らしいカラーが混ざるだけでだいぶ新鮮な雰囲気もなりやすいかなと思うのでぜひ皆さん さんも無意のない範囲で春の新作もチェックしていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて メンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で、しっかりめに解説をしています。そちらの方では週に3本から4本のオリジナルの動画と、あとはですね、週1のライブ配信ですね、こちらを行っていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなかゆっくり動画を見る時間がない方のためにですね、オンラインサロンも開催して 開催ををししてていいいいいまますすすすそちららででででは文章と写真ベースでおおすすめめののアイテムだた分ぐらいで読めるような分量の記事で毎日お届けをしています僕の方でも1日2本ぐらいの記事を投稿してますし僕以外のスタイリストの方も複数の記事を書いてくださっていますまた参加者の皆さんもですね記事を書くことができて様々なコンテンツが増えていますしあとはおしゃれが好きな大人の男性同士が交流できるようなサイトになってますので気になる方はぜひ概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています 以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。